パピーリリーチャンネル。みんなも撮るか。カレーライス、美味しそう。これにハンバーグ。おい、仕方ねえこと。目玉焼きも乗っかるし。さあ、誰が一番美味しいのか。キンタンプは負けるあれがないでしょうって冗談ですけど。撮影してもらってね、引っ掛けたりしてね、バチーンやりがちなやつ、あの、ね、落ちるやつ、そうそう、皆さんも取りに来ました。邪魔してる。まだ。あ、今のうちにこれビールの横に敷いちゃいますか。おなるほど。借りますよ。はい。はい。ですよ。あれ、葵さんはキャンプやめたのかな。キャンプやめたのかな。テント手伝うんだけどね。これがあと雨だったらみんなもう人数ですからね。ちょっと危なさにコロナなので煙たがり燃えるじゃないですか。燻製が出ましたね。凍っていきました。あー屋根なくなった。虫はポッタポッタ落ちてくる。やっぱり皆さんの日頃の行いがいいんですよ。いやー、ね、私みんなの日頃の行いですね。いいもんな。だいぶ暗くなってきた。暗くなってきた。
はピカピカでもいいんじゃないなこと言ってましたけど、シェフの作ったカレーは絶品でした。もう美味しかったです。無理やりやりたくて言わされる。なんかもうだん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 なんかこう言葉が詰まってきた。とりあえずはじゃあみんなでいただきましょうか。はい、じゃあ今日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。カパル。夏の時はもっとあの、ね、さっぱり感があったし、しこたま動いて最後巻き拾って帰ってきたと。ああいいな。しばらく続いてました。ねえみたいな。あの時は超ビールがうまかった。暑かったから。すごく良かったですね。最近で400人ぐらいじゃないですか。そんなのもっともっとあったね。もっとあるかな。自分の中で作ったと多分そうですね、多分650ぐらいの雰囲気だったんですかね。私で多分300ぐらいなので、私170しか、180しかしてないです。え、何キロだよ。2桁じゃない。ね。2桁でもそんな感じですよね。でも2桁の距離でこんだけいい場所があると難しいんですよね。これちなみに転んだらザコにしようかった。あったけんじんとしては嬉しいですよ。いいとこですね。あったに乾杯。本当にそうですね。乾杯しました。あったに乾杯しました。あったに乾杯。あぎり飲みやすいですね。あぎり飲みやすいですね。これスルスルいっちゃってベロベロになって。ベロベロになって具合悪くなって。やだベロベロ。前回の反省を生かしたい。一気にいかないようにして。いや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 。霧島握りしめてました。霧島握りしめて。こぼすわ、飲むわ。みんな座って焚き火の周り囲んでるんで、カブカブさんだけが仁王立ちして、仁王お酒飲みながら、なんか力説してます。いやー、楽しいな、楽しいなって言ってる。あ、忘れてた。大地に分け前がなきゃ。そうですね。大地に感謝。すごい。よく自信置きますから、これ。俺が揺れてるのか、大地が揺れてるのか。どっちだ。とうとう着火した。どいし。あれ、それ秋田の内田さんっていうのは。秋田の内田さん待ってるんですけど、なんかまだ来る気配がない。仕事の日本とか言ってましたけどね。まあ、遅いのかな。なんか4時、5時に終わってから来るっていうのは2時間ぐらいかかって行ってたんで、7時ぐらいじゃないですか、今。一生懸命、一生懸命よかったんですよ。今、冷えたカレーと残りの材料を使って、ちゃんとしたやつを食べさせない。ご飯硬いですけど、全然平気です。これだけカメラあると、自分は撮れなくてもいいって感じが違いますよね。いつもこうなんかこうツーリングすると、ね、これを起点にこう動画を作ろうっていうのは、うん、今日何もないですね。熱いうちわを。さっきは豪華の夢です。負けた。よし。ダディ来ないかな。で俺らの時はダディ来てましたからね。ダディの鍵を見出して、あの心霊的なやつね。そうそう、ダディがいる気配ずっとあったんです。あれさっきから一人多い、誰かわからないけど、後ろ一人ダディに違いない。そこに住んでる人がいるんですよ。タケトスクはその前から酔っ払ってたんですよね。